飯田高原、極日大より九十連山地図飯田高原は、大分県九州郡九州町南部に位置する高原。標高800から1200メートル。阿蘇九州国立公園に含まれる。九州山北六一帯を指す。九州川の水源地帯でもある。冷涼な気候のため長らく耕作地とはならなかったが、1889年に、筑後川の大洪水で離災した、久留米の農民が、 青木牛之助の統率の下船長無限に入植を開始した。その後春節や土地改良を進め、高原野菜栽培、落農などが行われるようになった。1964年の山並ハイウェイ開通により、北は別府温泉、湯布院町方面、南は阿蘇山方面と結ばれる観光地となった。関の地獄温泉、千の口温泉、長蛇ヶ原温泉など、 温泉に富む。他には旧、宵い橋九十夢大通り橋など、東高原にちなんだ列車名、ハンダがかつて存在した。詳細は、北たひ山線ひたひ山線を参照されたいが、1963年に国鉄の臨時準急列車として、文字港、能型湯布院間に設定され、翌年には定期列車となった。 1966年の急校格上げ、1980年の快速格下げを経て運行されたが、国鉄民営化直前の1986年秋に列車は廃止となった。ありがとうございます。